宗決宗決は漢字を発明したとされる古代中国の伝説上の人物。伝説によれば宗決は皇帝に仕える主観であった。それまで中国の人々はインカ帝国のキープのような縄の結び目を記録に用いていたが宗決は鳥や獣の足跡の形によって元の動物を推測できることから文字によって概念を表現できることに気づいたという。 戦国時代には、総結の伝説はすでに一般化していた。Y 難古には、総結が文字を作った時、天は泡を降らせ、鬼は夜に泣いたと記されている。また、説問会授は、総結は初めに作った文字は皆小形文字であり、これを文と呼ぶ。その後に、形成文字が作られ、これを字と呼ぶとしている。また、肖像画では、荘結は、 目が四つある人物として描かれており、これは、蒼潔の優れた観察力を表現したものと言われる。中国で他に、三角春と、光雨も四つの目を持つ人物として描かれる。現在では、蒼潔の伝説は漢字を改良した、実在の人物をモデルとしている。可能性はあるにせよ、漢字は単一の人物によって創造されたものでは、ないと考えられている。 宗決病は、現在の先制省白水検視環境にあり、彼の墓の横には大きな柏が植えられている。伝説によると、その木は17メートルの高さで、約4700年前宗決によって植えられたもので、あるという。神代に成立し、神代に再編纂された、小学書。神代小学書の成立に、多大な影響を与えた。思考帝は、 文字も統一をし、焦点を正式書体として採用。その際書かれたのが、李氏の、総決編、長江の、ここ歴、古武系の、白学編。漢大に入り、両里書史が、以上3編を合わせて55章に分け、総決編,編と総称した。その後防室20世紀に入り、頓光官官《総決編や巨縁官官《総決編が出土 1977年には、関大再編前と思われる岡洋館館、総結編も出土したものの、推定される、全文字数の6分の1ほどしか知られず全容は、不明だった。しかし、2008年に出土した水泉湖館館、総結編や2009年に、北京大学が入手した北大館館総結編によって、研究の進展が期待されている。 説問開示所、旗はじめ皇帝発見殿下、上昇利子の騒動の、まかりむかその不与え広氏文豪社。各作総決編。駐車不礼超高作ここ歴編。大使令古部計作博学編。港利子中大天、ある賞を改め、いわゆる章典なり。漢女芸文史、総決一編。上七章、旗上昇利子作。ここ歴六章。 車不礼超高作。白学7章、大司令古武計作。感助芸分子、環境、旅里書史望創決、ここ歴、白学3編、段60字も、ため1章、本55章、平ため創決編。創決編について中国出土文献研究会。ありがとうございます。